どうぞ手に取ってご覧くださいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ手に取ってご覧くださいませ。今なら全品 20% オフでございます。2店舗購入からのお客様は 30% オフになります。どうぞいらっしゃいませ。どうぞ手に取ってご覧くださいませ。大仏さん、すいません。はい。立ってるだけだとダメなんですよ。商品見てるのに声かけたりちょこまか歩いたりとかって逆に良くないんじゃないかなって。お客さんによってはそうかもしれないんだけど、動いてるものに対して人って目で追うの。そういう習性があるの。え、そうなんですか。私たちがこうやってフラ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 歩くことによって流動的な空間が出来上がってるなって言ってお客さんが入ってくるの。へえ。無駄じゃない行動なんだ。なるべく動くようにして。じゃあ動きます。よろしくね。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いつもありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。したたみまった。似合わないな。やっぱり、ダメだね。なんか機械で畳めたらいいのにな。今日から新人です。今までアパレルとかやってきたことあるの？初めてです。はい。じゃああれだよね、レジ締めとかできないよね。やったことないです。はい。まだ洋服畳んだりとか。マジか。何このシフト。接客とかしてるときはレジ入らないから、そのときはお客さんにちょっと待っててもらえるように、なるべく会話つなげるようにしてもらっていいかな。すいません。よろしくね。皆さん、おはようございます。今年はなかなか洋服が売れない。どこの店舗も一緒です。どこの会社も、今年はすいません、よいしょ。今年は、年に一度の大セール、みんなで頑張っていきましょう。雑誌4社に掲載してもらってるんですよ。ありがとうございます。タイムセールです。忙しいな。いらっしゃいませ。ちょっとごめんなさい。はい。それ終わったらディスプレイのボディ着せ替えといてくれる？マネキンですか。どのやつに着替えさせればいいですか。新筋商品があるからそれに着せ替えといてもらえる？どうしてもらわなきゃいけないの。老舗商品、バックヤードにあるから確認しといてくれる？お願いね。はあ、ごめんね。はい。トップスの型番知りたいから、パッキンの中確認してもらっていい？で、型番ちょっと教えてもらえる？後で確認します。はい。ちょっとごめんね。ショッパーが足りない。はい。追加しといてくれる？申し訳ない。全部バックヤードに戻しといて。申し訳ない。これ、はい、わかりました。戻しておきます。はい、わかりました。ごめん、お客さん読んでるから、ちょっとね。はい。よしよし。ちょっとごめんね。そこにある商品、バックヤードに一旦戻してもらっていい？やっときます。はい、すいません。全然畳めてないから、そこもよろしくね。はい、わかりました。すいません、これ試着したいんですけど。靴汚れてるんですけど。すいません、これの、M サイズありますか？%オフなんですけど、間違いじゃないですか？ちょっと、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ、手取ってご覧くださいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。行かないと。